どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。今回はパラディンスカジュアルマッチということで、フリーを使ってカエル島で戦っていきます。こちらタンクなしの3ダメージ、対するお相手は2ダメージになってますね。それではやっていきましょうか。さあやっていきましょう。まあフリアは地合でしょうということで、地合やっていきます。はい、チェリッシュですね。このドアとでやっていきます。まあ魂のコブ関連のあのカードが多めに積んでありますね。はい、味方にシールドを入れるのと、あと自分これ自己ヒールかな、入ってますね。で、まあ、あとは自分の最大 HP の増加が主に入っているっていう編成です。はい、そうですね。はい、アイテムは式部かクロノスか、言うと式部かな。今回火力結構出そうですしね、まあ、式部積んできます。さあやっていこうか。我先に、待って、それまずい、死んだらまずい。よいしょ、よいしょ。あ、抜かれてた。あ、その位置その位置どうすればいい。よいしょと、あ、ごめん、それをあれして、よいしょ。よいしょ、よいしょ、ウヘン。どんどん後退してってる、味方の位置が。ちょっと壊せ、よいしょ。キネッサもいたね。あ、キネッサとあれなんだ、何者なんだ。冷たいな。1分20秒か。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。君の HP が少ないのはよく分かってる、アイゾンしてる。分が悪いなこの位置。はっ、よいしょ。強いわ。ミロがいる。そこにミロがいる。あ、ナイス。ブルー。キレさにめちゃ抜かれるな。いや、なんとか止めれはしたけどって感じですね。式部積みます。さらに式部。さあやっていこうか。ハンドルがあれできへん。
アントロにも入れてあげないと、 BK にも入れてあげないと。ティベのあれか。さあここで僕ヒールパッて渡せるのってティベか、このと上に飛んだアントロぐらいだよな。見えへん。バックする。これはちょっと引こうか。引けるかしら。よいしょ。バン。どうしよう。詰めるもんがね。スキボつきたい。さあ。待った。そうです、ごめん。離れてしまった、申し訳。って感じですね。熱さに抜かれにくくするための暗殺の地図います。体勢とちょっと迷うんだけどね、そんなにグローバーのあれは来ないし、地下の熱すらないのでいいでしょう。この位置こんわ。よいしょ。うお、今の EB 打てたら倒したんじゃん。よいしょ。おへや。おうおうおう。これ引きや、引きやで。よいしょ。わよいしょ。よいし
ナイス。よいしょ。永遠にヒーローピチピチしてる。どうヒールしようかな。ただあれだね、式場集めるね、あと暗殺の地集めるね、よしよしって感じでしょうか。とりあえずクロマス欲しいか、ちょっと怪しいとこだね。最高。これ序盤であれすっか、こっちの方がいいかな。ちょっと待って、アンドロが、ちょっと待って、よいしょ。よいしょ。ポイントは僕は踏むか。アンドロが見える位置に来てくれればな、そっから上飛んでくれればな。よいしょ。もうこれしか僕できることないからな、こっから通すしか。OK、 よいしょ。 BK 届くね、これ。よしよし。さあちょっとみんな目の前で若干の膠着状態になってますが、ヒールするよ。よいしょ。あ、それまずい。ナイス。ナイス。これ逃げれへん、ここで死ぬしかないですね。あ、上にアンドロいたの、ごめん、気づいてなかったから。あれやな、もう暗息の筒もか。さあこれもう運びきれればこっちの勝ちなんで、ウルト使わずに運びきれるといいんやかなって感じかな。わあ、すまんすまんすまんしょ。はい、検査がなかなかあれね、暴れてらっしゃるね。ちょっと中途半端な位置すぎて回復できへん。BK が永遠に見えないんだけど。よいしょ。誰もいない。
あ、言ってくれてた。ごめん、僕は気づいてなかったですか。それは申し訳ない。さあ260。さて、よいしょと、これうまか。ちょっと一旦迷いかな。3、2、1。さあやっていこうか。最終ラウンドですね。タイミング悪すぎんか。あー、それいろいろまずい。ちょっと。あー、お前、ごめん。ワンタッチ無意なワンタッチに近いかもしれませんが、ワンタッチ、わん。最後ヒールがうまくいかなかったな。さあ結果はこんな感じですよと。11番ヒールか、なんかあんまって感じだったね。敵のグローバーががっつりヒールは出してますね、僕より。で、ダメージも出してますね。で、CC も巻いてますね。っていうので、ちょっとグローバーにだいぶ軍配が上がったかなってとこですかね。ちょっとダメージ、めちゃくちゃ出してくれてるんだよね。ストリックスがめちゃ出してくれてんだよね、やっぱりこの人。すごいんだよな。ああ、やっぱタンクいなかったっていうのがでかいんじゃないかなと思いますよ。アンドロもなんだかんだで、ね、22キロしてくれてますからね。めちゃくちゃあの状態よく枯れるなっていうぐらいやってくれてましたからね。あのキネッサがいて、あの、まあ、グローバーとかいる中でアンドロすごい大変だったと思うんですけど、うまくやってくれてましたね。で、BK がもうちょっと動けたらなってとこあったと思うんです。なんか序盤めちゃくちゃポイント周りにいたんで、あそこでうまく仕事できてればよかったかもしれないですが、まあだったらタンクの方がよかったんではって感じがしますね。はい、まあそれぐらいかなという感じで、今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。いや、ヒール難しい。